今回なんですけれども、エギング、特にハルイカエギングで釣れない人と釣れる人の違いは何なのかっていったところを説明していきたいなと思っております。で、今年のエギングの戦績なんですけれども、一兆個を除いてハルイカエギング楽しんでるっていうような状況ですね。釣れない人なんですけれども、実はほぼ毎回の兆候、9割方の兆候にですね、お父さんと一緒に行っておりまして、お父さんが5連敗ぐらいして、で最近ようやく5月中頃に入ってアオリイカを3杯釣り上げるっていう偉業を成し遂げているんですけれども、例にして説明していけたらいいのかなと思っています。大きく分けて2つあるかなと思っています。で、1つ目なんですけれども、ラインのコントロールです。で、ラインのコントロールって何を言ってるかというと、しゃくり終わった後のポールに関するラインのコントロールになります。で、去年私の動画でマル秘テクニックっていうので、フリーフォールっていうのを皆さんに共有させていただいたんですけれども、私は基本的にフリーフォール信者です。っていうのも、フリーフォールっていうのはアオリイカに違和感なく抱かせることができて、かつ違和感なく抱かせているので、エギを離すことが基本的には少ないです。長い間抱きかかえているので、しゃくり合わせっていうのが最悪のパターンなんですけれども、しゃくり合わせでも、なんだかんだイカは釣れるよっていうパターンになります。で、釣れない人よくやってるのは、当たりを取りに行こうとしていて、でテンションホールしちゃう、もしくはカーブホールしちゃうっていうパターンがよくありますね。で、これに関しては否定はしないんですけれども、まず、あまりおすすめしない初心者、もしくはハルイカをどうでもいいんで釣りたいっていう人に関しては、ハルイカをどうにかして釣りたいっていう人には、基本的にはフリーホールをおすすめしたいです。っていうのも、カーブホールのデメリット、テンションホールのデメリットっていうのは大きく2つあって、1つ目なんですけれども、潮の影響だったり風の影響をもろに受けてしまうっていうところになります。2つ目なんですけれども、それに追従してエギのフォール姿勢っていうのが格段に悪くなります。成熟して今から産卵に向かう個体が多いんですね。なので基本的にはプレッシャーっていうのは非常に感じているはずです。なので、これらの個体に対して有用なアプローチっていうのは、フリーフォールで違和感なく抱かせる、で抱かせた後もキープさせ続けられるぐらいナチュラルな誘いでないといけないと思っているので、私の方ではフリーフォールっていうのをお勧めしてました。ちょっと話が脱線しちゃって、フォールの話しちゃったんですけれども、じゃあこのラインでどういうふうに当たりを出していくのかっていうところを説明していくんですけれども、基本的にはしゃくり終わった後、必ずラインは少したるませておくっていうことが一番大事かなと思ってます。当たりが出たらラインで取っていくっていうパターンが一番いいんじゃないかなとは思ってますね。よくここで間違いとしてあるのは、しゃくり終わった後、エギの重さを感じるまで巻いてからラインを落とす。
下手しい、これついとる、後ろついとうと思う、これガンガン来とった。メスのイカちゃうか、これ多分分からんけど、途中コーンって来たからメスちゃうかな。ついてないけど沖におると思うで。メスやろこれ。ちょ待ってな。うい。ごめん。ナイス。ありがとう。メスやろそれ。多分オスおるで。思いっきりライン走った。楽しかった。やったな。ようやくやわ。気分が楽になります。よっこいしょ。いやでもオスやわ。オスや。メスや思った。ってことは何やったんやろ。多分おるで。めっちゃがっつり抱いとる。危ない投げたいなと思って絶対おるから。そして2つ目は当たりを取るっていうことです。フリーフォールはあくまでしゃくってのイカが乗っている時間を長くするためのツールであって、もしくはイカを抱かせるための、ツールであって、イカをかけてあげるのはアングラーじゃないとできないことです。なのできっちりと当たりを見分けてあげて、しっかり当たったものに対してしっかりとホッキングさせてあげる、そういったところが必要になってくるのかなと思います。来たよ来た来た ゆっくり巻いといてでも怖い。
きいね。うん、ちっちゃいちっちゃい。あ、後ろおるんじゃん。あ、後ろおる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 。投げてください。この後ろ重いクソ掘ったら。ちょ、いけるいける。これお願い。もう見てないから。もう見てない見てない。後ろ後ろおる後ろおる。あ、それで5しゃくりぐらいしてきたらいい感じのとこ来ると思います。あの、スノッピそこ入っとう。あ、入っとう。でも後ろ言うてもキロぐらいやけどな、あんま大きなかった。乗ったらいいのかな。乗らんな、途中までしかついてけえへん。足元までついてきたおもろいのに。すいません、ありがとうございます。助かりました。キロないないな。なんかあんよいしょ。すいません、ありがとうございます。あ、足が取れて。ほんまや、足取れと。足取っても切るよね。すいません、ありがとうございます。助かりました。今の動画入ってない動画入れとうかなって思ってピコピコってやったら動画入ってなかった。いや、800ぐらいしかない。900も多分ない。だから今年ちっちゃいんですよ、イカ釣れるの。俺がちっちゃいイカを好んで釣ってんのか分からんけど、ちっこいイカばっかりや。ありがとうございます。 OK。はい、ということで今回なんですけれども、イカ釣りで特に春イカエギングで釣れる人、そして釣れない人の説明をさせていただきました。ということで、もしですね、他にご意見ご感想ありましたらいろいろお待ちしてますので、こういったところ気つけてるよとか、こういったところ注意した方がいいよっていうのがあったらぜひ教えてください。ということで終わります。バイバイ。